イネスの2022年コレクションがアップデートされています。自分らしくいられるユニフォーム、このイネスとのコラボレーションも随分長くなりましたよね。パリがロケ地になっています。聞きたいなって思っちゃいますね。セーヌ川を歩いている姿、そしてイネスの元気そうなお姿、今年もコレクションが発売されます。ルックブック見ていきましょう。全17スタイル。まずはこちらから。着用商品がウールベレー3ボーダーカーディガン、ソフトチノワイドパンツです。パリといえばベレー帽、そしてボーダーカーディガン、シンプルなチノパンツを合わせています。そしてダブルジャケット、フランネルチェックのシャツにコットンフリルシャツ、ウールワイドパンツです。ネイビーのダブルジャケット、これ毎年出てると思いますが、今季もねアップグレードされているんでしょうか。フランネルチュニックシャツ、今季秋冬トレンドは前季からもずっと引き続きのシャツ、これもねフランネル素材で柔らかいかと思います。そしてコットンフリルシャツ、これもね定番の人気商品ですね。スタンドカラーになっていて襟元にフリルがついている、これも毎年結構人気のアイテムです。そしてウールワイドパンツ、こちらも今季はワイドになっているっていうのがトレンドなので、ワイドパンツですね。どのくらいのワイド感かっていうのはやはり試着が必要かなと思います。こちらはデパットシャツジャケット、そしてカシミヤのクルーネックセーター、レザーワイドベルト、ソフトチノワイドパンツです。カシミヤのクルーネックセーター19,000円、やはりねお値段が少し上がっているかなと思います。ブルーのパデットシャツジャケットにピンクのカシミヤクルーネックセーターの色合わせ、反対色ですがエッジが効いていますね。レザーワイドパンツ、レザーワイドベルト、結構ね太めのベルトになっていて、ウエスト位置をしっかりとキープするというような着こなしです。そしてこちらもチノパンツなんですが、ワイドの形になっている、タックが入っているんでしょうか。これもやはりちょっと試着してみないとわからないデザインだとは思います。カラーブロッククルーセーター長袖、この色の配色替えですね。これなんか JW アンダーソンっぽいんですが、色の配色がイネスっぽいと言えるのでしょうか。可愛い感じです。そして先ほどと同じレザーワイドベルト、ソフトチノスカートです。さっきはチノパンだったんですが、このスカートにして前ボタンを少し開けて、そしてブーツと合わせる、これも今季のトレンド感たっぷりだと思います。ニーハイブーツっていうのもねまだまだトレンド続行です。パレットシャツジャケットの色違いです。そしてフランネルチュニック、無地ですね、シャツ2枚重ねで着ています。フランネルチュニックのベージュとブルーの組み合わせにパデットシャツジャケット、レイヤードですね、3枚レイヤードしています。秋冬ならではのレイヤードスタイルです。レザーワイドベルトはそのまま、そしてウールワイドパンツの色違いです。ブルーグラデーションのコーディネートになっていますが、全体にすっきりと見えるかと思います。ツイードジャケットもねイネスの定番になってきました。やはりチェックはトレンド続行です。チェックスタンドカラーチュニック、チェックオンチェックの組み合わせですね。でもやはり同じブランドでチェックオンチェックするとまとまり感がありますね。色のトーンも揃っていると思います。レザーワイドベルトのブラック、これも定番で使いやすいタイプ、ちょっと幅が広いですね。そしてソフトチノワイドパンツ、色はカーキ色になります。マニッシュ感の中にもこのチェックスタンドカラーチュニックを使うことによって少しレディースライクに合わせてバランスがとってあるコーディネートだと思います。ウールベレーに 3D ボーダークルーネックセーター、ソフトチノワイドパンツです。この 3D ボーダークルーネックセーターもイネスの定番になってきました。切り替えポイントがないのでボーダーがスムーズに見えるかと思います。お顔元にはキリッと締まったネイビー、そしてインパクトのあるレッドのボーダーシャツ、ツートンコーデの中に白いボーダー線が1本入っていて、襟元にも白いボーダー線が入っていますね。
トリコロールカラーコーデのパリっぽいバージョンだと思います。フランネルベルテッドワンピース長袖、まだまだワンピースもトレンド続行ですね。で、襟元が綺麗、そしてウエスト位置高めに作ってあって、同素材のベルトで絞る、これ1枚で着てもいいですし、レイヤードで着こなすこともできるかと思います。チェックスタンドカラーチュニック、そしてソフトチノワイドパンツです。全体的に茶系のコーディネート、チョコレートカラーっていうのもトレンド続行です。全体的に落ち着いたカラーになるブラウンからチョコレートへのカラーコーデになるかと思う。カジュアル感を出すためにこのチェックのスタンドカラーチュニックシャツを使うっていうのもパリっぽいコーデの一つかと思います。この着こなしに注目しましょう。半分シャツが出ていて半分インになっている、これでウエストをしっかり見せているので、お腹の部分を半分隠しつつウエストを見せるコーデ、足長効果があるかと思います。シルクオープンカラーブラウス、綺麗なチョコレート色ですね。これがトレンドカラーです。そしてソフトチノワイドパンツ、カーキーとブラウンのコーディネート、秋冬ならではの色の配色だと思います。足元を黒にしているのも素敵ですね。コットンフリルシャツ、このブルーのコットンフリルシャツ、すっきり見えます。そしてウールワイドパンツがグレートーンでまとめている、レザーワイドベルトを黒でしっかりとアクセントカラーにしています。これ白いスニーカーを履いているっていうのもポイントです。足元を軽く抜け感を出しているコーディネートだと思います。膝丈のチェスターコート、フロントを開けてアイラインを強調しています。コットンピンタックシャツ、これもイネスの定番になってきました。ピンタックのシャツが3990円、このお値段では手間がかかっている割にリーズナブルです。レザーワイドベルト、ソフトチノワイドパンツの組み合わせです。コットンピンタックワンピースの長袖、優しいグレートーンのワンピース、これもやはりピンタックが入っていて、このお値段はお安いかと思います。そしてやはり1枚で着てもいいし、レイヤードで組み合わせて着るっていうのもありです。レイヨンシャツワンピースにウールベレーの綺麗なからし色を合わせています。レイヨンシャツワンピースはイネスならではの花柄、共布でベルトウエスト位置をしっかりと見せています。こちらのワンピースもチョコレートカラーで今季のトレンドカラーの組み合わせです。イネス自らパテットシャツジャケット、カシミヤクルーネックセーター、ソフトチノワイドパンツ、この色合わせです。反対色を使っていてイエローがしっかりとアクセントカラーになっています。フランネルチュニック、ソフトチノワイドパンツ、これセットアップのように見えます。今季トレンドのチョコレートカラーのセットアップワントーンコーデ、やはりワントーンコーデの良さはスラーッと見えるというところにあるかなと思います。あえて何かアクセントカラーを入れずにすっきりとまとめているイネスらしいコーディネートです。ライフスタイル提案者として知られるイネス、ユニクロとのコラボレーション、フランスのエフォートレスなスタイルを世界にというイネスの価値観を形にしたライフウェア、長くユニクロとのコラボされています。それでは各アイテムごとにもう少し詳しく見ていきましょう。ピーコートです。色はイエローとネイビーの2色展開、お値段が 12,900円、膨らみ感があって柔らかなウールブレンドのダブルフェイスを素材、オーバーサイズでありながら綺麗なシルエット、丸みがある大きめの襟がポイントになっています。シンプルなピーコートですが、からし色、綺麗な色だと思います。チェスターコートです。ゆったりめながら美しいシルエットで着こなせるダブルフェイス素材で着心地が柔らか、どのくらいの柔らかさなのかはやはり試着してみないと分かりません。膨らみ感があって柔らかなウールブレンドのダブルフェイス素材です。オーバーサイズでありながら綺麗なシルエット、こちらも同じようなことが書かれています。チェスターコート、シンプルなデザインです。長く着られるアイテムかなと思います。こちらのダークグリーン、深みのあるグリーンですが、これはぜひ実物を見てみたいと思います。そして定番のネイビーです。
ダブルジャケットが1万円を切ってきました。9990円。お色はネイビーです。甘めの網立てになり、軽くて柔らかな風合いに進化したウール 100% のソフトツイード素材を使用。ボディラインに沿ったシルエット、半裏仕様なのでカーディガン感覚で着こなせる。袖裏に花柄の裏地を使用した遊び心があるディティール。ちょっと袖裏を見てみたいのですが、これですね。本当だ、お花がね、ワンポイントちゃんとボタンの開いているところに出ています。かわいいですね。こういうの好きですね。こういうちょっとした細かいところがそそります。ツイードジャケットです。お色は優しいベージュ。こちらもカーディガン感覚で着られるタイプのものかと思います。おなじみのイネスツイードが甘めの網立てになり、軽くて柔らかな風合いに進化。ウール 100% のソフトツイード素材、半裏仕様なのでカーディガン感覚でも着こなせる。こちらもやはり袖裏にマルチストライプの裏地を使用した遊び心のあるディティール。綺麗な優しいベージュカラーですね。少しエッジの効いたツイードジャケット、チェック柄です。こちらも説明は先ほどと同じタイプ。チェック柄ですが、赤系のオレンジが効いていて、おしゃれに着こなすとすごく映えるツイード素材だと思います。よく見るとこんな感じですね。赤系の茶系、そして裏地と合っているかと思います。デザインはシンプルなタイプです。ボタンが外せる本切羽仕様になっているのがいいですね。パデットシャツジャケットです。色は2色展開、ブルーとネイビーです。表地はフランネル、裏はキルティングで柔らかい着心地に。裾に丸みのあるシルエットが可愛らしい。アイラインシルエットに丸くなった裾が特徴です。袖口も裏地が可愛くネイビーが入っています。そしてボタンが2ボタンついていて、調節ができるようになっています。ポケットも可愛いですね。裏地はキルティングで暖かさがある。そしてパデットタイプのチェック柄です。こう見るとジェンダーレスで男性が着てもいいようなパデットシャツジャケットですね。大きさも XXL まであります。メンズが着た方が可愛いんじゃないかななんて思います。やはりコットン 100% の柔らかなフランネル素材、裏はキルティング。若い女の子がミニスカートなんかで合わせても可愛いタイプのジャケットだと思います。カシミヤクルーネックセーターです。ちょっとね、前回よりお値段高くなってきていますね。まあカシミヤなので1万円は割らなかったですね。色は5色展開、繊維の宝石と呼ばれるカシミヤ 100% 素材で、滑らかな肌触りと暖かさが楽しめる。襟元が結構詰まっていて、より暖かそうな感じがあります。イネスの定番のカシミヤセーターです。上質なカシミヤをカジュアルに着こなせる、少しゆったりめなシルエットになっています。オフホワイト、ピンク、イネスのイエロー綺麗ですね。ブルー、濃いめのブルー、3D ボーダークルーセーター長袖、3色展開です。こちらはトリコロールカラーですね。毛玉のできにくいアンチピーリング加工、縫い目がなく快適な着心地、肩周りも縫い目がなく自然に体になじむ 3D 編みによる立体的なボディが特徴のマリンボーダーセーター。イネスといえばマリンルック、夏でもボーダーを出していますが、秋冬でも 3D ボーダーニットです。白地にブルーとオレンジのライン、ダークグリーン、ダークグリーンというのも目新しくていいですね。イエローのラインがエッジが効いています。そして定番のトリコロールカラーのネイビーです。こちら3990円、綺麗なカラーブロックです。ジェットふわふわとした素材を使った柔らかな着心地、コーディネートしやすいカラーブロックデザイン。こちらのお色も綺麗ですね。2色展開になっています。膨らみのあるエアリーな糸を使用、コーディネートしやすい色を組み合わせたカラーブロックセーター。
少しゆったりめのシルエット、ふんわりしているということです。これはちょっと実物を見てみたいなと思います。色はオレンジとベージュです。このニットジャケットも注目してるんですよね。ふわふわとした素材のニットを使っているのでカジュアルに着こなせる。色は3色展開。ヘアリーヤーンを使った大きめのループヤーンを使用。カジュアルに着られるニットジャケット。ふわふわっとしたイメージですね。ナチュラル。ダークグリーン。ネイビーです。3D ボーダーカーディガン長袖。毛玉のできにくいアンチピーリング加工をプラス。縫い目がなく快適な着心地。肩周りも縫い目がなく自然に体になじむ。3D 編みによる立体的なボディが特徴のボーダーカーディガン。カーディガンまで出してきました。色はレッド、イエロー。このイエローがちょっと気になります。そしてネイビーです。個性的な色は早く売れてしまうか売れ残るか、どちらでしょうか。 3D の方が今回ニットはお値段がお安いです。ジャガードカーディガン、やはり膨らみのあるヘアリーな糸を使用。色は3色展開、オレンジにナチュラル、ブルーです。昔懐かしい感じのニットです。シルクオープンカラーブラウス長袖、シルクなのでお値段も8,990円。上品な光沢感を持つシルクサテン 100% 素材。光沢ありますね。これもやはり今季トレンドのチョコレートブラウンです。オープンカラーのリラックスフィット、第一ボタンを閉じれるオープンカラーシャツで1枚でも羽織でも着られる。あとはどのくらいの肉厚があるのかは商品を見てみないと分かりません。やはり光沢感があるとオフホワイトが綺麗ですね。あまり薄いとね、やはり秋冬っていう感じでお値段高見えしないので要チェックです。ブラック、ピンク、ブラウンです。イネスで毎回人気なのがコットンフリルシャツ。スタンドカラーになっていて襟元にフリルがついているタイプ。これはお値段お安いかと思います。軽やかな素材にフリルをプラス、1枚でも綺麗に着こなせるデザイン性の高いシャツ。この襟元にフリルっていうの人気ありますね。柔らかくて軽やかな風合いの 100% コットンローン素材、フリルカラーのレギュラーシャツ。袖口もフリル付きで程よい遊び感をプラス、1枚でも様になる。色はオフホワイト、ブルー、濃いめのブルーです。この濃いめのブルーちょっと見てみたいと思います。コットンピンタックシャツ長袖。こちらのピンタック、これね、手間がかかる作業なのでこのお値段は安いなといつも思います。軽やかな素材感と綺麗な色柄がポイント。1枚でも綺麗に着こなせるブラウス。コットン 100% のローン素材、綺麗なラウンドカラーのブラウス。フロントはピンタックデザインで、ニットやジャケットと合わせて着るとスタイルアップ。色はオフホワイトとブルーです。コットンピンタックシャツのイエローと書いてありますが、チェック柄です。ピンタック入りでチェック柄、これもまた面白いアイテムだと思います。カラフルなマルチカラーのチェック柄。コットンピンタックシャツの花柄です。よーく見ると花柄になっているシャツ。白地にブルーですね。ナチュラルというお色展開になっています。オックスフォードスタンドカラーチュニック長袖。綺麗なアイラインをシルエット、オックスフォードシャツのテイストをミックスした遊び心のある1枚。ロング丈になっていますね。コットン 100% のオックスフォード素材、深めのスリットを入れたアイラインシルエットのスタンドカラーチュニック。ヴィンテージシャツの要素を現代に生かし、胸にドビー素材をミックスした遊び心のあるデザイン。色はホワイトとネイビーです。チェックスタンドカラーチュニックシャツですね。先ほどと同じデザインでチェック柄です。色はこちらがオレンジ、
そしてこちらがダークブラウンです。フランネルチュニック、色は3色展開です。コットン 100% のソフトフランネル素材、丸みのある大きな襟、シャツテールの裾、ワークディティールが効いたフラップ付きのダブルポケットと肘パッチをプラス、オーバーサイズでありながら綺麗なシルエット、1枚でも羽織でも楽しめる。そうですね、このワークディティールの肘パッチ、好き嫌いがあるかなと思います。お色はナチュラル、ブルー、ネイビーです。フランネルチュニックのチェック柄です。ブルーと書いてありますが、白地にネイビーの、遠くから見るとチェック柄っていう感じの柄です。解説は同じです。ウールワイドパンツ、さすがにサイズ展開がウエスト55センチから76センチまでと幅が広いです。ただし55、73、76サイズはオンラインストアのみでの発売となるということです。ウール 100%、 今季はワイドパンツがトレンドですが、イネスのワイドパンツ、どこまでのワイド感があるのか要試着というところでしょう。色はグレーとネイビーの2色展開、ポケット位置が可愛いですね。そしてきちんと後ろにもポケットがついていて、結構地厚なウール感だと思います。ソフト地のワイドパンツ、お色は4色展開です。素材感で柔らかな印象を演出、コインポケットをつけて地のらしい遊び心をプラスしています。コットン 100% の柔らかなツイル地の素材、ウエストのフロントがフック仕様のワイドパンツ、右前側にはコインポケットをつけて遊び心をプラスしています。柔らかさがどのくらいあるかによって色の表現が変わってくるかと思います。ベージュは特に柔らかいようなイメージに見えますね。ちょっと赤みがかったブラウンです。オリーブ、ネイビーです。ウールブレンドフレアスカート、イエローと書いてありますが、秋らしいからし色です。切り替えが結構入っているので、裾が広がっているように見えます。ポケット位置とジッパー位置が同じようなところにあるように見えます。トモ布の裏地がついていますね。後ろはゴムで調整が効くようなデザインです。イエローとネイビーですね。ソフト地のスカート。シンプルなデザインですが、一歩間違えるとちょっとおばさん臭いかなっていう気はします。フロントのボタンを外してあげて、ブーツで足見せをしてあげた方がバランスがいいかなと思います。フロントに2タック入ってますね。そしてポケット位置が少しインサイズになっています。綿 100% 厚手の綿なんでしょう。バックラインは可愛いですね。調整ができるようになっています。そしてスリット入りです。色はこちらのベージュとオリーブ、ネイビーです。ソフト地のスカートのドット柄です。このドット柄がブルー地にイエローのドットのように見えます。コットン 100% 柔らかなツイル地の素材、アイラインシルエットのロングスカート、あ、よく見るとお花柄ですね。ブルーに白っぽいお花柄になっています。フロントはボタン付き、後ろのバックルでサイズ調整ができます。ドットに見える小花とハートを組み合わせた柄というふうに書いてありました。遠くから見るとドット、近くから見ると小花とハートを組み合わせているそうです。よーく見るとこの赤いのがハートマークなんですね。フランネルベルテッドワンピースです。柔らかくて温かみのあるフランネル素材を使用。オープンカラーのシャツワンピース。ウエストベルト付きなので1枚でそのまま着たり、ベルトを後ろに結んでフルオープンにして着ることもできる。トモ布のベルト付きです。色はブルーとネイビーです。シンプルなデザインですが、袖にも裏地をつけていたりしてアレンジしています。袖まくりをしたりして着ても可愛いかなと思います。フランネルベルテッドワンピースのチェック柄です。ブルーという表記になっています。こちらは先ほど紹介したシャツと同じ柄ですね。遠くから見ると大きめのグレンチェックのように見えます。
コットンピンタックワンピースの長袖、コットン 100% の素材感を生かした綺麗な A ラインシルエットの胸のピンタックがアクセントになっているワンピースです。色はこちらグリーンという表記になっています。すごく薄めのグリーンっていう感じでしょうか。よく見るとストライプになっていますね。ブラウンとグリーンのストライプになっている。ポケットもついています。お袖は普通のちょっとタック入りのお袖ですね。そしてコットンピンタックワンピースのお色違いです。こちらオレンジ、そしてネイビー、こちらは無地ですね。こちらよく見るとストライプに柄が入っています。レイヨンシャツワンピースの花柄です。レイヨンなのでシワにならなく柔らかい素材感です。ドレープ感があるレイヨン 100% 素材を使用。綺麗なフィット&フレアのワンピース。花柄プリントになっています。色はこちらのネイビーとブラウンです。さあ、あとはグッズになります。ウールのベレー帽が3色展開。カシミヤのストールが3色展開。カシミヤのストールで5990円ですね。こちらちょっと気になります。綺麗なチェック柄のカシミヤストール。甘めに編み込まれた軽やかな肌触りの良いカシミヤ 100% 素材。幅のあるワイドなストール。このね、オレンジとブルーの配色綺麗だと思います。これは要チェックです。こちらのお色も気になるんですが、ダークブラウン。やはりね、先ほどのオレンジとブルーの方が実物を見てみたいなという気がします。あとはふんわりと柔らかいっていうのがどのくらいの柔らかさなんでしょうか。こちらのお色はね、先ほどのワンピースやシャツと同じチェック柄になります。そしてレザーナローベルト、気になるのがこちらのレザーワイドベルトですね。太さのあるベルト、こちらの方が今季は気になります。ブラックと茶色の2色展開です。9月の2日金曜日から2022年イネス秋冬コレクション発売開始です。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しています。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お待ちしています。